ねえ、小塚がくん。なんだ、幸子。うち、新しいゲームモードを考えたんやけど。へ、新しいゲームモードか。どんなゲームモードなん？その名もズバリ、偽ランナー。偽ランナー？小塚がくんは、偽逃走者って知ってる？ああ、昔の逃走中であった気がするわ。ほんまに数えるほどしかないけど、確か、衣装や装備こそ普通の逃走者やけど、中身は、ミッションを妨害するアンドロイドなんやでな。ハンターと同じアンドロイドやから、ハンターに確保されへんねんな。それで、偽ランナーってどんなんなん？偽ランナーっていうのはな、逃走ごっこやスクランブルでそれぞれ一人だけランダムで選ばれる、偽ランナーに投票はできない。偽ランナーのいるゲームモードは逃走ごっこやスクランブルでランダムで発生し、その場合マップ名が表示された時に偽ランナーって表示される。ロワイヤルでは発生しない。偽ランナーはまず見た目こそ普通のランナーやし、スタート位置もランナーと一緒や。風船を割って鍵を集めるのも武器の使用もピンクのアイテムしか拾えないのも基本どれもランナーと同じや。ハンターの仕掛けたショックフィールドで引っかかる点もランナーと一緒や。もちろんグレネードもガンもサーチャーの機能もランナーと同じや。ランナーと違うのは体力がないということ。この体力がないというのがハンターと共通してはる。やからライフフィールドを使っても意味ないぞ。敷いたライフフィールドで他のランナーを回復させることはできるけど、また私立闘争学園のドクロが描かれたところに行っても、まずとかダメとかは言うけど体力がないからずっといられる。その点もハンターと同じや。偽ランナーに体力がないんやったらハンターに攻撃された時どうなるん？偽ランナーに攻撃したハンターのプレイヤーにポイントは加算されるが、体力がないから偽ランナーにとってはただ飛ばされるだけで確保にはならへんねや。またハンターの仕掛けたエレキフィールドに入ると、まずとかダメとか言ってダメージを受けてるように見えるが、偽ランナーにとってはただダメージを受けてるふりをしてるだけで実際はなんともないんや。エレキフィールドでまずとかダメとか言った際はエレキフィールドを仕掛けたハンター側にポイントが加算される。これもランナーの中に偽ランナーが一人紛れ込んでるんやでな。どういった形で偽ランナーは勝利に決まるん？あ、ええ質問やな。偽ランナーが勝利する条件は、鍵を集めてゲートがオープンしたら他のランナーより先に一番最初にゴールすることや。一番最初にゴール？風船を割って鍵を集める。ここまではランナーと同じや。ほんまの勝負は鍵を集めてゴールへのゲートがオープンしてからや。ゲートがオープンして誰よりも一番早くゴールへのゲートへ行けば偽ランナーの勝利となり、その時点でゲームが終了する。偽ランナーに勝利となればもちろんランナーもハンターも負けや。へえ、それはそれで面白そう。偽ランナーが負ける条件は？偽ランナーの負ける条件は、まず鍵を集めてゲートが開いて、普通のランナーが誰か一人でもゴールしたら偽ランナーは負けや。その点はハンターの負け条件と同じやな。ハンターはたとえランナーが一人ゴールしてもまだゴールしてないランナーを撃破することはできるけど、偽ランナーはランナーを撃破することは残念ながらできないから、ランナーが一人でもゴールしたら強制的にゲームを退出することになってまうんや。ああ、そりゃな。そういや、さっき偽ランナーは体力がないからハンターに攻撃されても撃破にならへんかったよな。偽ランナーのいる状態でのハンターの勝利条件は？ランナーを全て撃破する従来のルールに加えて、偽ランナーがゴールするまでにランナーを全て撃破しなあかんくなんねん。偽ランナーがゴールするまでにハンターがランナーを全て撃破すればハンターの勝利となり、ランナーと偽ランナーは敗北ってなるんや。なるほど。たった一人の偽ランナーにとってランナーとハンターどちらも敵になるねんな。ただ偽ランナーなんやけど、ゲームが始まった時偽ランナーが誰かってわかるのは偽ランナー本人だけなんや。スタート前、ランナーたちと一緒にいるとき、自分の体力が表示されてなかったら自分は偽ランナーとなるんや。はい、だからハンターに攻撃されても体力を減らしたってハンター側に思わせることができるんやな。ここまでざっくり説明したけど、どうやうちの考えたゲームモード、偽ランナー、裏切り者ってやつか。悪くはねえんじゃねえかな。それでは本編に移りたいと思います。どうぞ。ウィナー。動画最後までご視聴いただき、ありがとうございました。この動画が良かったと思った人はぜひ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。Instagram、TikTok のフォローもよろしくお願いします。詳しくは概要欄から。フォローしないと近日中に怖い目に遭うで。